1日に国会内で開かれた日韓、韓日議連の号。同総会では、日本政府が日韓関係を根本から覆、ついわゆる徴用工判決について対応を求め続け、敵他にもかかわらず、韓国側は従来の主張を繰り返した。日本側も慰安婦問題などを取り上げず、関係維持に不信す。るあまり、踏み込み不足な面も目立った。首脳会談のことが共同声明に入ったのは大きな特徴だ。総会後に記者会見した韓日議員連盟の金光林、キム・グァンリム幹事長は共同声明に早期の首脳会談を促す内容を盛り込んだことへの手を、絵をこう話した。李楽園、イ・ナギョン、首相も祝辞を寄せ、会、メテ首脳会談の開催に期待をかける姿勢を鮮明にした。一方、日本政府は安倍晋三首相の祝辞を出さず、表敬の機会も設けなかった。徴用工訴訟で日本企業に賠償を命じた韓国最高裁判決をめぐり日本政府に譲歩する余地はないからだ。1965年の日韓請求権協定は日本政府や企業の賠償問題が完全かつ最終的に解決されたと明記しており、ボールは韓国側にあるというのが基本方針だ。ただ、韓国側はこの日の総会でも個人の請求権は消滅していないとの立場を崩さなかった。執行が23日に迫る日韓軍事情報包括保護協定 GSOMIA に関しても、韓日議連の姜尚一、韓、チャンイル会長が、日本政府が韓国をホワイト国から除外したぞ。オガグザウミア終了決定につながったと従来の主張を繰り返した。原則を貫く日本政府と異なり、日韓議連は韓国側のペースに乗せられ、自分たちの立場を主張できなかったようにも映る。共同声明には、韓国側の呼びかけで来年夏の東京五輪、パラリンピックの成功に向けた交流、協力実行委員会を両議連に設置することが盛り込まれた。だが、韓国国会は9月に旭日旗の持ち込みを禁止する。両国際オリンピック委員会、IOC、に求める決議を採択したばかり。10月には米ワシントン近郊の南部バージニア州で韓国系米国人の市民団体が慰安婦像を新たに設置するなど、反日世論を止める気配はない。総会では、慰安婦問題や韓国海軍艦による自衛隊機への劣打照射問題などについて話題にならなかった。議連幹部という議員外交が果たす役割は大きいが、相手の意向に配慮するばかりでは国内外に誤ったメッセージを送りかねない。広池圭一。